どうぞよろしくお願いいたしますようこそお越しくださいましたさあそれでは早速なんですがまずお一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますでは最初は ワタプロでドラマ監督に初挑戦いたしました白田優さん本日よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、本日はお集まりいただきありがとうございます、えー、そうですねあのワタプロの方で主演と監督と両方やらせていただくという素晴らしい機会をいただきまして、えー、今日は、えー、まあ、皆さんにちょっと一足早くそれを見ていただくということで僕自身どういうリアクションを皆さんがどう感じるのかというと非常に不安もあるんですが、えー、楽しみでもあります のでまあ最後までゆっくり楽しんでいってもらいたいなと思いますし、えー、プレスの皆様にはぜひこの、えー、とても画期的なワタプロの企画をぜひぜひ全国にそして海外へ広めていただきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますそして本作にヒロインとして出演をいただきました黒川智香さん本日よろしくお願い致します皆さんこんにちは本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます、えー、私は つい最近ですね出来上がったあの作品を見たんですけれどもあの想像以上にすごくあの面白くてなんか自分が出てるんですけれどもクスクス笑いながらあ分かるなって思いながらあの多分女性の皆さんは共感してくださるんじゃないかなと思いますそしてあの監督が城田監督ということで今回、ね、初めてお仕事ご一緒したんですけれどもかっこよくて優しくて。 すごく丁寧に演出してくださって、本当に完璧だなって思いましたので、ぜひ皆さん、あの、チェックしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お二人は撮影以来にお顔合わせを。月の頭ですね。すすねはい。 はい、はい、では、そんなお二人にですね早速、ワタプロについてお話を伺ってまいりたいと思います。はい、では、まず城田さんにお伺いしたいんですが、はい、今回、このワタプロでシリーズ史上初となりますこの男性主演会のご出演を果たされまして、うん、あそうなんです、ね、はいそうなんですよは初めてだったんですね。そうなんんですすみませんちょっと ババタバタししておりましたゆえもう先に誰かを越されたのかと思いましたけど <laughs> はい私だ記念すべき、はい、主演会初めてでございまして、はい、でまたあの別の回ではドラマ監督デビューということでですね、はい、まあ監督オファーを受けられました際、はい、率直にどのようなご意見お持ちでしたかあの最近、裏方といいますかあの作ることにまあ昔から興味はあったんですけども。 最近、余計にその熱が上がってきているのでもう大変光栄に思いました率直に嬉しいなとあのやりたいなとぜひ挑戦ししてみたたいいなと思いましたそうですか、はい、気持ちとしてやってみたいというのがあったというんですがいざこうオファーが来た時に不安というのはあったんでしょうか基本的に何かの仕事をやるときに不安がないことがないのであのもちろんあるんですけども。はい あのそれほどもうあのこれはもう自分自身ダメかもしれないっていう不安を抱きながらあのオファーを受けることは基本的に僕はないので、はい、不安というのはいつも必ずありますその見えないものを作る仕事なので僕らは何かこう決まったことをするわけではなくて決まっていないことを決めていくというか見えないものを形にしていく仕事なのでいつも不安はあるんですけども逆を言えば不安に思ってる時間こそ無駄な時間でしかないのでその分、えー、アイデアだったりとか,なんかこういいものを作るためにつ 交わせていただきました。はい。はい、ちょっと途中からまあその不安はより大きな自信に変わっていったんじゃないかと思う。私先に見せていただきましたので、はい、本当に素晴らしい出来で感動したんですけれども。ありがとうございます。はい。あの自信に変わった瞬間とかってありましたか。特に自信もないです。<あ>現状。ね、はい。<laughs> 不安もまそ,そんなにないんですけど、あの自信もそんなにないです。ちょうどこの真ん中ぐらいですかね。あのやっぱりこういうのって例えばパーセンテージってすごく分かりやすいじゃないですか。平均値みたいなものって。 で僕、まだこれ、あのドラマとしては1本目ですし、これが例えば続いていって、10本やって10本とも評価がすごく高かったら自信があるんですけど、まだやっぱり自信がありますというふうには言えないですね。自分で個人的にはあの頑張って作ったんですけど、そんなにこう、なんでしょう、自信があるかと聞かれるとわ <laughs> からないですね。とりあえずできることをできる範囲内でやらせていただいて、あのまたこれからどんどんステップアップしていく。少なくとも なんでしょう、これが僕の限界点じゃないことは先に言えます、もっともっとできると思いますこ今後、はいはい、しかも今日は初めて皆様にお披露目するということでね、きっと自信が持てる反応が見れるんじゃないかななんて私は期待してるんですけれども、そう願いたいたですね、はい、<laughs> ちなみにあの今回、この作品の中にですね、LaraTV、まあ、ララでメンズキッチン、ご出演いただいておりますが、はい、ご一緒の寺田先生もあそうです、ね、僕の出演会に、はい、<laughs> 僕の主演会に一瞬出てます。 はい、寺田心次郎役で、<laughs> はい。<laughs> はい。何かご相談とかはされました？いや特にないですよ。うすもうあの彼もワンシーンのみで一言のみのセリフだったんですけど、はい、まあ多分あのもう僕とやっぱりずっと一緒に番組やってるんでそんなに緊張もしてなくてささらっとサクッと終わりましたね。<laughs> はい。 お料理ができるというのを皆さんよくご存知だと思いますが、まあ、お仕事といたしましては舞台、映画そしてドラマと本当に多方面で活躍をされておりまして今回、監督をされて演出を手掛けるというところまで派遣されますので、はい、何か特別に感じられたことこの演出をするということに感じられたことっていうのはありましたかまあだかだらその全体を作るということでいうとやっぱり1つの作品の司令官というのはそれぞれあって舞台だったら演出家ですし やっぱり映像作品だったら監督だと思うんですけどもそんな中でこう司令塔に立たせていただくという、まあ、あの主演自体そんなに僕数多くやっていないんですけどもやっぱりその映像を作る、えっと、演技をする側ではやっぱりその主演がリーダーになると思うんですけどもそれも含めてひっくるめて一つの,その、えー、作品を作る人間の中のやっぱりリーダーが監督になると思っているのでそういう意味ではやっぱりこう普段の自分の性格とはちょっとこう相反してというか。 うーん心を鬼にしなければならないところとか、あのーまあ、本来そうしたくないけどしなければならないところとか目をつむらなきゃならないところとか何、まあ、かいろいろやっぱり大変だなと、あのー、プロとしてその一つの作品を作るということの難しさだったりとかっていうのはあのー、知りましたし大変さももちろん、まあ、少なからず多少なりこう映像を作ってきたりとか音楽を作ってきたりとかはしてきたので難しさや大変さは分かっていたつもりではあるんですけどもやっぱり。 あの時間が長ければ長くなるほど作品の,あの,その労力もかかってくると思うので今回はそんな中では僕の,あの経験上は一番長いあのまあ3本のオムニバスということで,そうですねまあ一応現時点では一番長かったのでまあただ言うても30分弱のこの尺なのでじゃあ映画撮るとなったらもっともっと大変ですしそういった意味でやはりもう勉強になりましたという感じで今後これを糧にもっともっと。 うん、素敵な作品作っていきたいなというふうな思いがありますね。では、もう完全に白田さんの思い出深い。最初の。そうですね。作品になったというふうに、私たちも喜んでよろしいでしょうか、はい。<laughs> 喜んで、<laughs> あの、喜ぶかどうか、皆さんにお任せします。はい、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。はい